こんにちは、ほ、no、でです。今日は、えー、と来週の月曜日に行われる新春ライブリレーのお話をちょっとしたいと思います。えー、今のところ決まってるのがこんな感じですね、えーと。今回祝日なので参加できないという方が結構いらっしゃったんで。 えー、2時ぐらいから始めるのが妥当かなとも思ったんですけれども皆さんのお声がけのおかげで、えー、だいぶタイムスケジュール埋まってきましたので、えー、埋まってきましたので今回はテーマが「動物」見えないな。 動物とということで、えー、まあ動物に関するものをできればお願いしますというふうにしてありますがまあいつもの通りねちょっと違うものもありますけれども、えー、っと,とりあえずですねこんな感じで決まりました。えー、私から始まり千尋さんユズハムさん多肉トークトーク、で12時からは一応ビーズドール春さんのビーズブレスレット。 でこちら1、えー、時からは編み網月薫さんの編み物えっと犬のヘアバンドですねでダイアンさんはえっと牛柄のコースターちょっと。 えっとの予定っていう感じですね。で、シマフランさんがカエルちゃんのお顔だけのえっとマスコットですね。そしてこちらはお餅を使った料理をカオレさんとダイアンさん。そして私がまた7時からやって でマミーさんは筆文字モッピーさんはカッパの編みぐるみダイアンさんはいつもの通り、えー、と,締めのトークということになります、ね、でえっ、ー、と9時からの私なんですけど何にしようかなと思ったんですが今回まあ朝一ということもありますので、えー、こちら動物パン。 をやってみたいいと思いますちょっとね内容については今検討中なんですけれども、まあえっと、仕込みは前日の夜にやっておいて、えっと、成形から、えーまあ、9時過ぎからやってみようかなと思う感じですね。で、えー、この間に熟成をして12時からの回で少し焼き上がったものを広めできたらいいかなと思っております。そして今試作をしてるんですがこの19時からなんですけれども。 じゃん、じゃ,じゃんえー、これだけ見てもなんだかわからないと思いますが <laughs>、えっとね。一応ここに童眼の目玉をつけてパグちゃんにしようかなと思って。今後ろを編んでるんですけど、パグのまあ、ポーチにしようかな？とも思ったんですけど、鍋つかみはどうかな？なんて思っております。ちょっとまだこれからどうなるかわからないですけれども、えっと中長編みの玉編みを使った。 パグの形の、えー、何かですね <laughs> を作りたいと思います一応編み物にしておきましょうでもここはちょっと変更あるかもしれませんえっ、ー、とこちらはインスタライブですね今回インスタライブの方が多いんですけれども、えー、またね えー、インスタと YouTube をつないで一日中手作りを楽しもうということで、えー、月あ1月の11日祝日朝9時から夜の12時まで、えー、皆様どうぞよろしくご参加お願いいたします見ていただくだけでも結構ですがチャットに参加するとさらに楽しくなるかと思います えここら辺がね、いつもとちょっとイレギュラーです。1時間半コース、あと2時間コースの方もね、えー、いくつかいらっしゃいますので、えーと、タイムスケジュールまた後ほどですね、えーと、あそこに、あの、なんだ、YouTube の、なんだっけ、この掲示板みたいなところにも書きますので、そちらをご覧ください。はい、それではまた、チャチャオ